言わずと知れた名古屋のキングオブホテル。番組最後は名古屋市審査会にあるデザインホテル WZIP クラブをご紹介します。51室、全室がスイートルーム。優雅で落ち着ける部屋や可愛いおしゃれな部屋が用意された贅を尽くしたホテルです。低価格で客室アメニティも充実。また食事も名店の味を楽しめるなど、リピーターには大人気です。さあ今日もやってまいりました、名古屋審査会にありますねダブルジップクラブさんにやってまいりましたね。レナちゃん久しぶりの登場ですね、はい、久しぶりです、ね、1回転してくださいね。最近レナちゃん1回転して、はい、あ最近私服も派手になってきたね今日はですね808号室、確かね前もねこの部屋でちょっとお遊びしてみたことがあるんですけども、はい、レナちゃん入ったことある？はい、あります。ゲームがある部屋ね。あ、そうですそうです。サウナがあって、はい、であのベッドで宮島がやってた、ね、そのシーンをどうぞ。音声宮島じゃんじゃじゃーんいやらしいいやらしすぎる今日はこれ以上のものをお見せしますそれでは始まる始まる、はい、いきましょう、はい、さあ808号室ですね。これね、今ここガラス越しちょっと反射するじゃないですか。そうです、映ったら見たんですよ、自分の姿、ね、ただのエロジジイだねこの部屋はね、このインベーダーゲームね、とかいろいろなゲームがね、レトロな8階のレトロゲーム、ね、無料で楽しめるお部屋で、はい、それからまあ、ちょっと8階のちょっと広いお部屋で、そうですね、サウナもあったりとかして、はい、はい、そして、この部屋どこかで紹介しましょう。結構薬師さんのそうですね、うん、何回も見てるんですけど、うん、もう結構最近もう8月なんで今日から、はい、あそうですね、結構ドリンクが出るんで、なるほど、じゃあちょっとね、お部屋にもドリンクさ置いてありますんで、いろいろ置いてありますね、ちょっと見ましょうか、はい、じゃあ冷蔵庫荒らしといきましょうか、ね、ちょっと村子さん、あここはね、かくれんぼするとこね、はい、これね、いろんなね、ビールとか缶、ね、チューハイとかコーラとかいろいろありますけどね、例えば無料のものがあるんです、炭酸水無料ですね、そうですね、そこの辺は無料になります、ね、無料です、じゃあこれレイナちゃんですね、ほら昔ながらのラムネ ね、これ無料です。でね、これもね無料これも無料です、これ無料じゃない、これ無料じゃない、有料、あ有料、あーおっしゃった、それ有料です続いて早々まずウェルカムドリンクということでね、はいはい、どちらにし、こっちでしょうか、はい、はいはい、乾杯しようか、はい、ね、ついてこのカンカンに、あ、やろうか、カンカンにこの効いてるね、もうそうですね、エアコン、エアコンがね、もう入って涼しいです、はい、もう知ってる人はまずラムネと炭酸水無料でゲットできますんで、うん、ヤシさん、はい、テーブルの上にですね、うん、さっき言ってた台本っていう見てたやつがあると思うんですけど、はいはいはい、おこれちょっと、はい、今日からまた新しいイベントが、極旅リゾートというですね、ハワイ・ワイキキ1位、そうですね、2番タイ・プーケット、3位あ韓国・チェジュ島、はい、4位沖縄・岐阜・中津川、6位三重・伊勢志摩、7位平日お食事券1500円引き、はい、今日からまた新たな抽選イベントが、今回はリゾート1位ワイキキなの、そうです、ハワイの、はい、すごい、ぜひ皆さんお部屋にあるそこに、ヤクシーさんの前にあるチケットがあるんですよ、リモコンの前ですね、あこれそれが抽選券になりますんで、このね極旅チケット置いてありますんで、ぜひね、はい、持って帰ってもらって、はい、抽選の日が発表になるわけですね、そうですね、来年の1月1日から発表になりますんで今回の、合言葉ですね、はい、いつものどうしましょう、はい、今回の合言葉は、はい、極旅リゾートでお願いします、はい、今回の合言葉は極旅リゾート、これを言っていただきますといつものサービスがあります、はい、はい